WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチ12回戦です。チャンピオン小林祐希にとっては2度目の防衛戦、比嘉にとっては闘争本能を取り戻せるのかどうか。世界ランカー同士の一戦が始まりました。共に黒のグローブです。まず左フックを見舞っていきましたのが挑戦者です。比嘉大吾右オーバー、力強く振っていきます。そして見事にミヤパー右フック、比嘉のパンチがまず襲っていきます。ガンガンいきますね。ね、早くも手を出していきますね。アグレッシブにいってますね。はい、この試合の解説元2人の世界チャンピオンです、内藤大輔さん、内山隆さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず内藤さんも早くも比嘉が攻めてますね。そうですね、いや、もう1ラウンド目から KO を狙ってますね、これは、うん、はい。そして内山さん、はい、この、ま、本能を出せるかどうかという比嘉ですけれども、早速こう積極的に攻めてますからね。はい、ただまあ、多分前回判定だったじゃないですか、はい、でですからやっぱり今回も倒したいという気持ちがすごい強いのが1ラウンド目から出てるんですけど、まあ、あまり力みすぎるとなかなか力んだパンチは倒れないですから、はい、もうちょっと落ち着いてやった方がいいかもしれないです。ちょっと空回りすることだけは避けなければならないということですね。そうです、やっぱ体力も、ね、使っちゃうので力むと、はいはい、両者ともに黒のグローブです。チャンピオンのストロング小林祐希が赤と白のトランクスです。さあまずこの最初の立ち上がりは一気に踏み込んでいってパンチの打ち合いがありましたが、ここで一旦距離が空く、少し下がっていくのが比嘉です。相手を見ていきます。そこを出ていくのがチャンピオンのストロング小林祐希です。ストロングチャンピオン、はい、ガードいいですね。左フック右もらってませんね。比嘉のこの手数に対してもらってない、すごい。しかもガンガンね、はい、パンチのある比嘉選手にどんどん前に、ね、いいすると、はい、まあ、こういうスタイルですけどね、もともとすごいですね。やっぱ逆にね、比嘉みたいにしたらこう待っちゃうと、はい、どん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 こう打ってくるんで、こうじわ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 前に行くっていうのはいい成功の戦いだと思います。だ今いいボディ打ちましたね。ナイスボディですね。ナイスボディでしたね。ナイスボディ。あ、でもストロング確かにこのストロング小林幸は前へ出るスタイルで、スタミナがあって粘り強さ、打たれても打たれても前に出るというその強さがあります。本当ですね。右大きく打ってきました。そしてがむしゃらに出るゆえに、ある意味セオリーがないというのがこのストロング小林幸だと竹石トレーナーは言っていました。おこの右大きく打ってきました比嘉ですが、ただこのやはり第1ラウンド最初は比嘉がパンできましたけれども、ストロングが前へ出て比嘉が少し下がっていくというような流れですね。はい、左アッパー突き上げました。比嘉左フック左4つ相当力んでますね。KOパンチばっかり振り回してます。倒したいという思い、右大きく打ってきました。かなり左の連発がありまして、最後は右を打ってきましたけども、ストロング小林が右を振っていきます。じゃあ、まあ、小林選手も全然引こうとしてないですね。もうね、はい、自分から前に前に行ってますね。両者気持ちが強い、前へ前へ出ていく、そして手数を出していく、この両者の大 WBO のアジアパシフィックバンタム級のタイトルマッチ12回戦第2ラウンドに入っています。右ストレート左アッパー左フック、挑戦者の比嘉大吾と左が早くも襲っています。相変わらずいきますね。そしてチャンピオンのストロング小林祐希、白と赤のトランクス、左アッパー、そして右ストレートを伸ばしていきました。いや、さあ内藤さん、まずこの第1ラウンドの立ち上がり、はい、両者どのように当たりましたか。ここまで1ラウンド目から左ボディ左アッパー、はい、比嘉選手がいくと思いませんでした。ものすごい手数ですよ、はい、1ラウンド目から。やはりそれは前回の試合でドローに終わってしまったというその反省点からということでしょうかね。それもあるでしょうが、 KO 狙ってますよね。だけどストロングチャンピオン本当ガードいいですね。もらってませんよ、うん、しっかりとチャンピオンがガードを固めながら攻めていく。左ボディを見舞ったのは比嘉です。比嘉もね、このままこう全部こう KO パンチをバン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 出していくと、はい、やっぱ相手も慣れてしまうし、あとやっぱ自分の体力もだんだん落ちてくるので、はい、やっぱ強弱をつけた方がいいですよね、うん、強弱というのがポイントですね。まあ、後半になった時のためですね、それはやっぱり、はい、右を大きく振っていきました。左フック、左アッパー、右アッパー、一発一発に力を込めていきます比嘉です。これ疲れます、相当疲れますよ、ね、これ後半になったら結構疲れますよね、はい、触ってなかったと考えると、ガードいい。でもストロングチャンピオンガードいいということは、逆に言うと内山さんも序盤でなんとか右ストレート仕留めたいっていうのはあると思うんですよ、はい。ただね、小林選手も本当にタフネスさが売りで、はい、うん、スタミナもあるっていうことで、やっぱこれじわ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 このままいくと結構後半は分かんなくなってきますよ、うん、プレスをかけていくのがチャンピオンのストロング小林祐希。左アッパー右大きく振ってきました。左フック一発一発強烈なパンチを狙っていく比嘉です。ちょっとね、カウンターとかもらったら
大変ですよ。そうですね、もらいかねないです、こんな大振りしてたら。逆にチャンピオンのストロング小林優希はしっかりガードを固めながら、じわりじわりと攻めていきます。じわりとプレスを与えながらヒテレック、とにかく前へ出るタフさ、そのあたりが武器というこのストロング小林優希です。近い距離から左振っていきます。右すると、おっとこう左コツンと当てました。足が揃ったか小林、よろめきました。小林選手は負けを、ね、重ねながらやっぱここまで来たんで、はい、まあ、ここでやっぱり比嘉選手に勝つってなると評価もぐっと上がりますから、世界はまた近くなると思うんで気合は入ってると思うんですよね。はい、元世界チャンピオンの比嘉と戦う、もちろん周りのみんなは比嘉勝つだろうと思ってるだろう、でも 1% でも望みがあるならば絶対に戦って倒したいと話していました、このストロング小林優希。いきんだパンチ大丈夫か。デラッパー2つ、チャンピオンがじわりじわりと、いや、パー、今入りましたね、比嘉のパーです。うん、顎上がりましたね。いや、いいとこついてきましたね。さあ残り10秒となりました第2ラウンドです。比嘉の左アッパーが入ったこの2ラウンド、ただ下がらない、前へ出ていくチャンピオンストロング小林優希です。フライ級時代にまさに最強だったこの比嘉大吾、野生の本能を取り戻せるか、第3ラウンドに入っています。ジャブ一発一発もやっぱりもう全部強く打ってますもんね。はい、比嘉ですね。たださっきのね、前のラウンドのアッパー、右アッパー、はい、左ボディ、すごい、ね、いいの当たりましたけど、コツンとストローに左、はい、これね、ここからの小林選手のジャブなんかもコツコツ当たってきてるんで、2ラウンドぐらいから、なので後半になるとちょっと分からないですね。はい、あと体的に見ても、ストロングチャンピオンの方がちょっと一回り大きい感じしますね。やはり体の大きさ、まあ、フライ級から2つ上げてきた比嘉と、ずっとこのバンタム級で戦っているこのストロングですからね。後半いけばそういうのもね、じわりじわりちょっとね、体格の差というのも出てくる可能性もありますから、まあ、ストロング小林優希はスーパーバンタム級での、まあ、試合もやったことがあるというチャンピオンです。テレボディ比嘉です。赤荻さん、はい、その小林サイドです。リードはなるべく忘れないこと、そして比嘉のアッパーに注意、ただ比嘉の圧力に関しては想定内だと陣営見てますね。リスクを犯してでも前に出ていかないといけないと言って送り出しています。はい、チャンピオンサイドは杉山真也アナウンサーです。赤口さん、はい、一方チャレンジャーの比嘉陣営ですが、やはりそのアッパーは一つ鍵のようで、右のアッパー、このショートアッパーの後右のショートフック、この2つのパンチを使って攻め立てていきたいという見方です。はい、挑戦者比嘉大吾サイドは伊藤龍介アナウンサーです。さあまず内藤さん、はい、この両者の陣営、まあ、共にアッパーというのはね、はい、出てますね。そうですね、2ラウンド目に比嘉選手のアッパーが縦にこうちゃんと返してね、打ってるから入ってたんですね、はい、上手な打ち方してましたね、はい、まともにもらってたんですけども、とてもグイグイ出てくるストロング選手がいますね、うん、気持ち入ってますね。比嘉陣営にとっては、まあ、アッパーの後のショートフック、これをポイントに上げています。逆にこの小林選手はやっぱ打たれても全然効いた素振り見せないじゃないですか、これね、やっぱね、比嘉選手がすると、はい、やはりこういいの当ててるのになと思うと、だんだんちょっと嫌になってくるんですよね、相手が効いてくれないと、はい、うん、なので精神的な部分でも、やった、右ステップ、やった、やった、左アッパー、来ました、ね、ナイスアッパー、左、そして右とこのコンビネーション、いやー、うまい、アッパー上手ですよ、コンビネーションいいですね。いいパンチ入りましたが、ただ内山さん、やはりここもストロングが効いてないのかという音ですよね。そうですね、で、また自分から前に行くじゃないですか、はい、ね、やっぱすごいですね、根性というか、打撃さん持ってるし気持ち入ってますね、はいはい、勝ったら世界ランカーですからね。そうですね、あ、もう世界ランカー入ってるな、はい、ストロング小林真希、わー、ナイスボディ、左ボディです。いやー、いいボディ入ったな、打たれ強いでしょ、いい左ボディ入りましたけれども、ストロング小林真希は出ますね。ストロング、ボディストロングですね。第4ラウンドに入りました。WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチです。さあチャンピオンのストロング小林優希、白と赤のトランクス、打たれても打たれても前へ出ていく一方で、元世界フライ級チャンピオンの比嘉大吾、2つ階級を上げまして、この試合 KO で倒したいと話しています。その比嘉が何度もクリーンヒットを当てますけれども、ストロングは前で続く左フック。比嘉選手、このペースでは12ラウンドは厳しいですよ、すごい飛ばしてます。もう最初から一発一発 KO を狙っているというパンチですね。本当です、はい、その、まあ、打たれ
慣れしてしまう、そのあたりやはり強弱がポイントと内技も指摘しています。はい、左手でアッパー、強弱欲しいですね。ワン、ツー、ボンっていうね、なんかね、最後のパンチを強く打つか。左ボディ、左パー、右パー、全部強いんですよね。ね、うまいですけどね、はい、当たってるんですけど、全部が強いんで。そうですね、構えちゃうね、やっぱり。はい、右ストレート。いや、前の方に倒れかけた。しかし、持ちこたえている。打たれ強い。はい。この日が一発一発、歯を食いしばりながら当てていきますが、それを受けてもストロング小林勇輝は出ます。右アッパー、右アッパー、もう一度ガードの間を連れてけます。ちょっとね、小林選手は少しアッパーをもらいすぎですよね。同じパンチを何度もガードいいんですけどね、はい、上手にあの比嘉選手もね、真ん中からね、入れてますよね、パンチ。それはやはり内藤さん、比嘉の、まあ、アッパーのうまさというのがですね。そうですね、上手ですね。ストロング選手、ちょっとそこ勉強してほしいですよ。はい、何度ももらってる、確かに。おー、テルフック、カウンター直していきます。力いっぱい歯を食いしばりながら比嘉がパンチを見舞っています。左です。ただ小林が出続ける。歩を進めるのは小林、すごいですね。近い距離でも左右にも振り回していきます。比嘉選手どんどん前出てきますからね、はい、すごいですよ。右ストレート、カウンター狙っていた。右アッパー、聞いたか。どうだ、ここクリンジ来ました、ね、あ、初めてクリンジに行きました。チャンピオン、ストロング小林です。どうだ、ただまだペースは変わらないですね。はい、足は前に出ますね。左ボディ、ナイスボディ、そしてボディ、右アッパー、右ボディ、右アッパーという比嘉のコンビネーションです。一発一発力入れる。しかしストロング小林勇輝も右ストレート、右ボディと見舞っていきました。いや、内山さん、このストロングも小林もですね、はい、出ますね。いや、やはりね、これいい作戦だと思いますよ。うん、こうやってやっていかないと相手の体力削れないので、はい、右アッパー下がっちゃうと、もう比嘉選手のペースになってしまうので、はい、こうやっていくことによって比嘉選手もやっぱ無理やり打つというペースになりますから、やっぱ疲れも溜まってくるんですよ。左ボディ、いや、でも触らない。いや、ストロングいいですよ。そうですね、打たれても打たれても前で続けます、うん、チャンピオンのストロング小林勇輝です。比嘉、うん、右すると左アッパー、 KO しなければ比嘉大吾は負けと。両者前へ前へ出続けます。第4ラウンドに入りました。失礼、第5ラウンドに入りました。 WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチです。比嘉右ストレート、ここもやはり一発一発比嘉が力を込めて打っていきます。内山さん、やはり比嘉のペースは変わりませんね。変わらないですね、まあ、ただだん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 やっぱりパンチっていうのは1ラウンドよりも、はい、そういうのが打てなくなってくるので、もう少しこう強弱を分けていって、ただ今ちょっとね、ボディアパー、右アパー、右アパーのダブル、顎を捉えた。そして鼻からの打たれ流血が出ました。その小林勇輝、立てるのかどうか。比嘉のアッパー、ここで試合終了ゴング、10カウント数えました。すごい、比嘉の見事なアッパー、超えた比嘉大吾。いや、ストロング選手すごいね、ガードよくてね、警戒してたんですけど、はい、それ以上に今回比嘉選手の攻撃すごかったですね。はい、いや、すごい最後のまとめ方すごかったですね。すごい、いや、気持ち入ってましたね。ボディ入れて上入れて、またボディ入れて上入れてっていう、うわ、いい戦いだった今日は。はい、まだ立ち上がれません。ストロング小林勇輝です。話が止まらない。比嘉大吾、KO しなければ比嘉大吾は負けと同じだ、そう言われたこの比嘉大吾ですが、見事に右アッパーダブル沈めました。頑張って耐えてましたけどね、ストロング、うわ、最後すごかったな。ボディでちょうど顔が下下がった時でしたね。ね、思いっきりアッパーと飛びましたね。いや、ストロング頑張ったけどな。はい、1ラウンドから攻め続けて攻め続けて、一発一発気合い入れました。比嘉大吾が見事第5ラウンドアッパーで沈めました。もう一回だ。この右アッパーのダブルです。さすがに聞いた。ちょっと一発目で少しね、気持ちよるんだところに二発目入った感じだな。そうですね、ここでちょっと一発目もらった時に力がなかったですね。それで、これで、うん、ちょっと力抜けたんだよ、ここで。ただ内山さん、その第1ラウンドから、まあ一発一発もう全て KO を狙うぐらいの感じで強弱も必要とありましたけれども、もう最後はもう打ち切ったという感じですかね。力でねじ伏せた感じですね。ただね、やっぱね、ここまで強打を1ラウンドがずっと出し続けるっていうのも